かに海に沈んでいく。この幻の夢を覚ますのは誰？少しずつ胞子を集めれば、いつか世界を同化して自由を手に入れられるわ。冷たい飲み物をありがとう。一緒に飲んで暑さを和らげよう。暑いですね。局長、一緒に水遊びをして涼みましょう。